んばんは、たかしです、運送関係のね、仕事を今日は取っております。運送関係の仕事というのは、まあ、これがどうしても大なるんですよね。今日はね、配達に行くんですけど、ある物流センター、Google の口コミがね、あんまよろしくない、物流センターというか、そこに、荷卸しにね、行きたいと思います。まあ、なかなかね、仕事は選べないんでね、何でもとりあえずやらなしゃあないなと。与えられた仕事をね、やるしかないんで、荷主さん、ね、選んでる場合じゃないんですよ。選びたいんですけど、できればね、選ぶべきやろうと思うんですけどね。まあ、なんかその荷主さんのところからやっぱりね、回ってくるんですよね、回ってくるわけですね。嫌な仕事が、嫌な仕事がやっぱり回ってきますよ。バラの仕事であったりね、まあ、バラはね、なんていうか、バラはまだね、我慢できるっていうこともないけどね、やっぱきついですけど。バラは運動と思うとまあできる。今からね、ちょっと堺の方にね、一軒下ろして、今日は2箇所下ろしで、行かせてもらいますんで。2箇所下ろしで堺と尼崎ですね。ワンワインカー大きに、ちょっとね、狭いんですよね。ここ左なんですよね。この北天部Google でね、ちょっと調べましてね、どういうところかなって、ちょっと住所を調べたり、会社ね、どういうところかなってちょっと調べたんですよ。あんましないんですよね、そういうこと。受付の人に逆らってはいけないみたいなね、なんかそんな書いてますね。どういう状況、よくわかんないですけど、まあクソ狭いですね。まあクソ狭いのはね、知ってるんですよ。知らないですよね。まあこんなんはね、しょっちゅうあることなんで、そんな驚かないですけど。これを、初めて行くんですけどね、ここは初めて行くんですけど、
まあこの辺はね、道が狭いっていうのは知ってるんで、朝なんでね、車がガンガン来ますね。現在朝の6時40分ですね。運送屋の朝は早いですわ。もう一箇所尼崎に、下ろしに行かなあかんので、とっととここは終わらしておきたいなと、そういったとこです。向こうから乗用車の大群が来ておる。道中狭いし街も長い。そのくせセルフサービス、運転手にリフトを乗せるなとか言いますね。人気のおばはん態度が悪い。まあ、あるあるですけどね。荷受けのおばはん態度はね、あるあるですね。ここを左か、狭いな。マジかこれ、合ってんのかこれ。めちゃくちゃ狭いやん。かなりの狭さでした。合ってんのかこれっていうぐらい、ちょっと不安になるぐらい狭いな。こんなもん、向こうから乗用車とか来とったら変わらんやん。そらこれは人気ないですわな。狭い狭い。今受付をしてきましたところ、8時半からということです。なんか物によってね、おそらく物によって時間を分けてるんでしょうね。なんか7時からってね、書いてあったんで、受付7時からって書いてあったんで、行ったわけですよ。でもなんかその物によって、この一応伝票にはね、伝票には8時半って書いてますわ。確かに。ただ、よく知らないんで、適当に来たんです。7時ぐらいに。ただちょうど受付が始まるのが7時ってね、書いてあったんで。一応ね、受付してきましたところ、受付の女性の態度が悪かったとか、そういうことはなかったですね。心よく対応していただきました。口コミもね、これ、人それぞれなんでね。私みたいな、なんて言いますか、理解がある人間ですよ。来た立派な成人男性。ちょっとやそっとのことではね、その理不尽に怒ったりしませんので、人それぞれね、あるでしょうから。道中狭いですよね。道中狭いですよね。なんかそういうことはよく書いてますよ。大型車では行き道が狭い。こんなんはね、そんなことでね、いちいち
道が狭いからこんなとこ行かすなと、まさにその通り。そういうふうには思わないんで、まあしょうがないな。狭いんだったらまあそれなりの、まあ、運転技術、まあ、長いこと一応、まあ、こんな狭いとこ行かすなや、まあ狭いなとは思いましたよ。確かにこれ合ってんのかなって、こんなんあるんかって思った。ありましたよ、ちゃんと。よかったよかった。立派な倉庫でした、うん、この堺の堺を下ろして、でもう一軒ね尼崎に、センターがあるみたいなんで、まあそこもね一応、事前にねチェックしてどういうところかなと、事前の情報台、情報を入れておくことによって、まあ業務を、円滑に遂行できるという、まあ、そんな感じですよね、何か理不尽なことがあっても、まあこういうのを見とったらね、受付のおばはん、受付の人のことが多いですね。受付の入居のおばはん態度、まあまああるあるですよ、こんなのね。まあまあそれぐらい。そんなことでは動じまへん。まあ私は何とも思いません。運転手にリフト乗せるな、時代遅れ。まあまあね。まあ自主二役ですよね。まあこんなんもまあまああるあるですよ。まあそういうことですね。に下ろし完了。はい、今下ろしてきましてね、まあ初めて行くとこなんでね、まあ、初めて行くとこばっかりなんですよ、まあ、言うたらね、ほぼほぼ初めて行くとこばっかりで、まあそこのルールとかが結局わかんないと、まあでもなんとかね、聞いてね、話して聞いて理解してやれば問題なかったです。口コミでね、あんまりよろしくない、もう狭いな、ここもうごっと狭いな、ここ。マジでこれ超狭いやん、ここ。トントンは無理、これあかんな、俺すれ違い困難な模様、あかんやん、ダメじゃん、これ。左に行きたい私、左のボロ小屋ぶつぶす。よいかんのかな。嫌な予感がします。いやー狭いとこですね、ほんまね。飽きませんね。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。私は全く悪くないんです。それそれ。こうやってくれたらいい。いや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 、なん
迷惑みたいな感じになってるけどね。なんか俺が悪いみたいな感じやんか。俺何も悪ないんやけど。重要なんでもう一度私は何も悪く。周りは大渋滞、こんなとこ行かすなよって感じやけど。まあね、好き好んでこんなとこ来てるのチャンスはね、ほんま。いやいやいや、まあまあ、どっちか言うたらね、そういうなんか受付のおばさんが、なんちゅうんですか、受付のおばさんがうざいとか、なんかそういうなんかコメントっていうか、口コミがね多かったけど、なんかそういうんじゃなくて、まああれですよね、なんか、まあ、とにかく狭いですよねこの辺ね。段取り悪いわ。今ね、やっぱりこういうとこ減ってるじゃないですか。もう狭いじゃないですか。こういうとこね、もうあんまないからね。今ああいう大きい倉庫とかね、結構できてるから、こういう狭いとこってあんまりいかんち、まあ減ったですけどね。行く機会は減ったっすけどね。でもやっぱりたまにありますよね。たまにまあちょこちょこあるかなみたいな。肩身が狭いっすわ、このあんまり大きすぎるとね。あんまり行きたくないんですけど、ね、あんまり行きたくない言うてもね、もう仕事やからしゃあないっすよね。なんとかね、荷物事故せず、トラック当てることもなく、まあ、無事行けました。良かったです。まあ、なんとかね、無事故無違反で一応やってますんでね、トラック当てることもなく、狭いところってね、やっぱりちょっとね、当てる率とか多くなるんやけど、まあ、そこはね、まあまあ慎重にやれば、大丈夫だと思いますんでね。いやいや、まあまあよかったよかった。あとね、尼崎に行かんとあかんのですよ。二箇所おろしで、めんどくさくてね、めんどくさいですね、二箇所おろし。まあパレットなんでね、しょうがないか。309混んどんな。309ちょっと流れ悪いですね。中間の方行ってよかったかな。まあでもな、中間じゃないな、これ中間じゃないねんな、これ309、流れ悪いな、失敗したかもしれん。まあでも時間がある、予約が11時になってるんでね、尼崎、まあ十分時間的には間に合うのかなという感じで、本日はこの辺にしてね、まあ、また続きを撮りたいなと思います。まあ見てくれる人は見てください。無理してね、見ないでもいいです。あんまりやる気ないです、正直。正直やる気はあんまないです。まあやる気のないね、トラック運転手の仕事をね、ぼちぼち配信するというか、そんな感じですよね。
仕事ね、仕事はね、正直ねだるいですけど、まあまあ僕はね、もうそんな仕事楽しいです、楽しんで仕事やってますみたいなね、そんなことを嘘を言いませんから。仕事はね、明けてね、あんま好きじゃない、どっちか言ったら嫌いみたいな。でもね、やらんとね、生活やっぱりありますんで。でもね、その生活も、だいぶ楽になってきてるなって。じゃあ生活もね、ほんまね、だいぶね楽になってきてね、今の会社もねすごくいいところで、社長さんともね、なかなか、仲いいっていうこともないんやけど、まあまあどう言ったらいいかね、まあまあ言いたいことを言えると、社長もしんどいですわ言ってね、これはこの仕事はちょっとどうか思いますわとかね、まあはっきり言います。僕ははっきり言います。で、まあ、社長の方もね、それをねちゃんと汲み取ってくれて、そうやなって、もうこんな仕事流行らんなと、仕事流行らんでと、今からはこんな仕事はもうやめていこうみたいなね、話の分かる社長なんで、ドライバーの気持ちになってくれる社長なんで、すごくいい会社に入ったなと、思っております。ストレスなくできております。はい、だからね、ストレスがねあんまたまらないんですよ。ストレスがたまらないということは、僕の YouTube ってね結構ストレス解消のところもあったんでね、ストレスたまんないですね、動画で、まあ、今まではね結構動画でぶちまけてた、ね、ストレスをぶちまけてたところがあったんですけど、まあ、今はねもうそういうストレスもねあんまりないんですよ。まあ、今日はもう久しぶりにね撮りましたけど、まあ、そんな感じでね、まあまあ、ぼちぼちやっております。全然元気でね、できております、はい、なんでこんな混んどったんやったらね、工事しとったやな。まあまあ、また動画を撮ります。本日はこれで終わります。ありがとうございました。これあれやな、三宅から乗られへんねんな、これ確か多分三宅はあれやな、松原線通行止めかね、だから大和川線に行きたいと思います。大和川線に行くからこっちに行っとかなとか、中間やな、中間、はい、久しぶりに走るなこの辺、309、はい、本日は以上になります。